沖縄キャンプ2日目、早速行ってみましょうか。雨だったんでね、ちょっと残念だった。まあ雨でもなんか外でやってずぶ濡れになってる人もいっぱいいましたけど、ね、あの辺りはちょっとね、風とかにも気をつけてほしいところではあるんですけれどもね、ちょっと私のね、個人的に感じたところばかりですけれども、そこら辺をね、ご紹介していけたらなと思います。まずはね、新コーナーです。こちら、はい、キャンプ2日目ですけどね、やべえやつ。今日雨だったんでね、室内だったんでね、ちょっと見せ場が足りなかったんですけれども、まあ地味ながら地味にやべえやつ地味にやべえやつっていい表現じゃない気がするけど地味にやべえやつをね、ちょっとノミネートした選手から私の主観ですけれども、ちょっとご紹介したいと思います。そちらがね、こちらですね、ベン、ここら辺が気になったところです。まあ私の主観なんで、すいません。あの、私が見逃してるとこもあるかもしれないんでね、あの YouTube 配信とかいろいろ、イレブンスポーツとか、そこら辺見ながら、ちょっとね、検討させていただきました。はい、まずは一人目、岡林くんですね。ちょっと昨日ね、あの気になってたんですけど、ね、ちょっと存在感がなかった岡林くん、2日目に結構ね、抜かれてました。抜かれてたって言い方変ですけどね、画面にいっぱい登場してました。で、打撃の練習を室内でやってたんですけれどもね、まあ気になった瞬間、これかなり気になりましたね。結構気づいた方も、なんか YouTube 見てたら、気づいてる方も何人かはいらっしゃったような感じでしたけどね、なんか、角度が違うんでね、カメラの角度が。そのせいなのかもしれないですけれども、見た感じ、フォームのね、形がかなり変わってたように感じます。練習だからあえて、ね、違う形で練習してるのかもしれないですけれどもね、フォームを変えるブームが来てるドラゴンズね、大砲じゃないですけど岡林くんもね、なんか課題はやっぱり自分であるでしょうから、フォームを大きく変えたのかもしれないなぁと思ったところです。で、こちらですね、まず一つはバットを頭の高さに構える。去年は胸前ら辺の低い位置でかね、構える感じ、駒田さんみたいな駒田さんって言っても分かんないけどね、かなり低い位置でバット構えてた特徴のあるフォームだったんですけどね、これはこれで珍しいフォームだったんですけど、なんかね、頭の高さぐらいにバットを構えてるように変えました。ちょっとね、口で言っても難しいんでね、あの動画後で見てもらったらと思うんですけれどもね、比べてもらったらと思うんですけど、こんな感じ、こんな感じって言って、私が実演してどうかって感じですけど、こんな感じです。去年はね、こんな感じだったんですよ、岡林くん。こうやってね、こうやってこんな感じでね、かなり前のこんな感じで、駒田さんじゃないですけど、これこんな感じでね、低い位置に構えてたんですよ、バットを。でもね、今日はね、こんな感じでした。こんな感じ、もちろんこうなる瞬間は癖なのか ありましたけどね、こんな感じ。まあかなり変わったぞっていう風に、まあパッと見えたと思います。まあこれも練習用だからかもしんないんですけどね。うん、わからないですけれども、まあそのように見えました。うん、カメラの位置かもしんないけど。あともう一個違うのが、バットをですね、後ろに寝かしてましたね。これも練習用だからかもしんないですけど、去年はね、むしろ投手側に立ててたぐらいだったんですね。あの、だいぶ変わったな、ここはっていう感じ。ね、ここも見せましょうか。すいません。私のね、あの、携帯模写しても余計わけわかんないんですけど。ね、こんな感じだったんですよ。こんな感じでね、あの、岡林くん、こういう構えから、なんかね、こうやって打ってたんですよ。結局、こっちを、もう、ここまではいかないですけど、こうやって感じでね、こうやってパキーンって打ってたんですけど、今年はね、今年っていうか今日は、こういうところからね、バットをこっちの方に、後ろの方になんか倒して、意図的に倒してましたね。なんかスイングによってはやっぱりこっちになってる時もありましたけど、こんなになってましたね。だから、わかります。後で見てください。見てください。そんな感じですけれどね。うん。ま、パッと見ですね。パッと見、誰っていうとね、医療さんとかね、去年の周平さんみたいな感じ。ね。なんか僕のパッと見、医療さんです。岡林くんが医療さんに進化したかもしれないです。ね、もしくはね、散々結構ね、叩かれちゃってるんであれなんですけど、去年の周平さん。周平さん完全にね、バットを後ろに倒してたじゃないですか、去年。それで、長打力出ないってね、みんなに言われてましたけど、まあ岡林くんの場合、もともとね、長打力を求めるバッターではないんでね、多分、
当てる技術、ね、アベレージとか、まあ、もしくは、ね、小技がいけそうなタイプなのかなと思うんでね、別に周平さんとはね、違うとは思うんですけれども、まあ、こんな感じに見えましたね。うん、どうでしょう。ここら辺はね、ちょっと専門家の方が見ていただけたらね、あ、そうなってるっていうふうに思って言ってくれるとありがたいところであるんですけどね、かなり変わったように見えます。かなり変わったんじゃないかな。練習用だからわざとね、変な形っていうか自分じゃないスタイルでやってるのかもしれないですけれども、昨日の阿部ちゃんとか木下さん、石川くんとかもすごい変わってびっくりしてましたけどね、みんなのりさんになってるような、そんな感じでびっくりしましたけどね。岡林くんは岡林くんでまた去年と全然ね違う感じがしたので、うん、そこら辺は非常に楽しみというか、岡林くんの場合ね、まあなんていうんですかね、去年打率は2割5分ちょっとぐらいで、まあまあ合格というかね、それくらいだったんですけどね、まるでフォアボールが選べないね、60打席、60、70打席ぐらいでフォアボール1個っていう、ちょっとね見かけないレベルでフォアボール取れないレベルの、ピッチャーでももう少し取れるぞってぐらいね、フォアボール取れてなかったんで、うん、まあ2軍ではそんなことないんですけど、まあさらに言うとね、多分バッティングフォーム詳しい人からすればね、フォアボール取れないバッティングしてるわけじゃないと思うんですよ。立浪さんがよく言うね、割れですよね。チームで一番割れてると思うんで、岡林くん。ね、その気になれば見逃せると思うんですよね。うん。なので岡林くん、僕はそこら辺あんまり気にしてないんですけどね、今のところは。うん。まあそういう対策かもしれないですね。やっぱりバット寝かすっていうのは周平さん散々言ってましたけどね、やっぱり当てに行くバッティングとしてのね、うまさ、なんか向上っていうところがあるんだと思うんでね、そこら辺もしかしたらアグレッシブに攻めていったのかな。まあね、去年そこそこ打ってたんで、そんな変える必要もない気がするんですけどね。まあ木下さんと一緒ですね、そこは。昨日の木下さんと一緒。これで崩す怖さもあるんですけれども、まあ本人がなんか変えたくてね、変えていくんだったらいいんじゃないかな。期待したいですね、やっぱり期待したい。岡林くん、なんとかね、ものになってほしい。勝負の年だと思うんでね。で、2人目以降ちょっと1回 CM に行こうかと思います。チャンネル登録よろしくね。よろしくねお願いいたします。チャンネル登録いただけると非常に励みになります。で、2人目周平さんですね。周平さんはもうね、やっぱり今年のキャンプの中の主役と言っていいぐらいですよね。で、今日ですね、見てる感じ、こちらも気になったんですけれどもね、ね、バットを立てることを今日指導されてましたね。ちょっとね、やっぱりバットが寝てるからって感じでね、立浪さんがね、こうやってね、こうマスコットバットとかでちょっと、もうちょっともうちょっとみたいな感じでね、指導してるのがちょっとね、カメラに抜かれてしまってましたちょっと気になるですよね。気になるですよねって何語でって感じですけど、レギュラークラスの選手なんでね、まあ分かりさえすれば、理解さえすれば早いんだとは思うんですけれどもね、ちょっと気になったところですね。いい方の目立ち方ではないんですけれども、今日やっぱり気にかけられてるなっていうところが気になったっていうところです。まあここら辺のね、見立てに関しては勝手な私の素人的な、あれまだちょっと早いかなって思っただけなので、全然そんなこともなく順調かもしれないですから、ちょっとそこら辺は私の勝手な意見だというところで、ちょっとご了承ください。で、3人目、立浪選手立浪監督ですね。これ何なんでしょうね。毎年ありますね、チャリで来た動画今年っていうか今日ね、公開されてたのかな、昨日チャリで来たところですね。チャリで来た動画が公開されてましたね、公式からで、チャリがすごいかっこいいやつになってましたね。なんか高そうなやつになってましたね。なんかもう戦車みたいな、本当にチャリで来たって感じです。で、実際のところ練習風景ですよね。ちょっと気になったのは、立浪さんね、コーチ的な、なんか監督というよりコーチ的な立ち回り、先ほどの周平さんもそうですしね、うん、ネオ君とかにも対してもそうですしね、昨日もそうだったと思うんですけれども、コーチ的な、もうなんか技術指導をしてるような立ち回りを非常によく見かけます。まあ監督っぽくないんですよね、だから一言で言うと。まあ新庄さんもそうだからって言えばそうなんですけど、まあ新庄さんの場合コーチというよりね、なんかマネージャー的なプロデューサー的な動きが目立ってますけどね、立浪さんなんかここまで見るとコーチ的な立ち回りがね、カメラによく抜かれてるんでね、コーチに見えますね。
まあ実際のところね、まあ皆さんも考えていただければと思うんですけど、むちゃくちゃ邪魔だと思うんですよ。あの、現コーチ陣からするとね。まあ立浪さん自身もね、もしですけれどもね、清原さんとか桑田さんがこういう立場で、立浪さんがコーチでね、清原さんが目の前に来てね、あの指導し始めたらちょっと苦しいと思うんですよね。そこら辺はね、日本人にとって役職といいますか、立場っていうのはそういうね、やりづらさを作っちゃう。特に体育会系 PL 魂じゃないですけどね、そこら辺はちょっと気になるところではありますね。うん、まあ第一クールなんでね、まだ実践形式とかそういう タイミングじゃないからいいのかもしれないですけれども、後々あんま良くないことだろうなという気はします。もうね、改造したいのは分かるんですけど、改造するんだったらやっぱりコーチにもね任せないと、コーチがやりづらいんじゃないかなと思います。はい、まあただ今現在ね、別に言ってることが間違ってるはずはないので、いい方向に向かってくれればね、まあどうでしょう、分かりません。はい、で4人目、ネオくんがまだ本領が発揮できてないなっていうように見えました。今日1日の中でですよ、今日1日の中ですらね、付きっきりでノリさんが指導してて、で付きっきりで森野さんが指導してて、で付きっきりで立浪さんが指導して、まあコーチ、いわゆる技術な フォームとかタイミングとかね、いろいろやってたんで、もうなんかくるくる変わってて気の毒に感じましたね。これ計画通りなのでしょうか。なんかね、難しい、結構難しい。計画通りじゃないんだとしたらですね、こんなことになってるって3人とも気づいてないんであったらね、もう早くちょっと路線修正して、誰か担当1人ね決めたら、他の人は口出さないぐらいにしてあげた方がね、やりやすいんじゃないかなっていう感じがしますね。かなり3人ともね、技術的に細かいところまで指導してたので、それが1日で3回来てるのはちょっと気の毒な感じがしました。ちょっとね、天才でも消化不良になっちゃうんじゃないかな。同じこと言ってるんだとは思うんですけどもね、やっぱり日本人ですからね、気づかれっていうのもありますからね、ちょっとそのあたりは大丈夫なのかなという気はしました。頑張ってほしいですけどね。はい、で最後、勝野くんですね。勝野くん、こちらはね、読谷の2軍の方だったんですけどね、おととい腰をまたやってしまったというニュースでね、1軍から降りて2軍、結構ショッキングだったんですけれどもね、早くも2日目で練習に合流している姿が確認できました。なんかね、初めはちょっと照れ笑いしてたんで、なんかもしかしたらやっちまったって感じが自分でもあったのかもしれないですね。カメラとかも抜いてくるんでね、そこら辺は感づいたかもしれないです。ちょうどフォームをね、なんか元に戻すって言った時にね、腰痛っていうね、なんかタイミングが悪すぎるニュース出ちゃったんで、フォーム変更のせいだっていう感じにしかね、感じなくなっちゃったタイミングですけど、実際はね、どうかわかんないですしね、まあ私も思いますけど、ヘルニアね、持ちであれば、別に野球動向じゃなくてね、くしゃみしただけでヘルニア再発とかね、階段登る瞬間にグキッとかね、エスカレーター降りる瞬間とか結構危ないんですよ。グキッてなることがあるんでね、すごいくだらないタイミングでヘルニアってね、起こることがあるんでね、フォーム改良が全然関係ないのかもしれないです。なので、ここは本人にしかわからない部分なんでね、今後もやっぱりね、あの元の1年目のフォームに戻すというのであれば、それはそれで応援したいですし、やっぱり去年のフォームで行くっていうなら、それはそれで応援したいですね。ここは本人しかわからないところだと思うので、ちょっと勝野くん注目ですね、そういう意味で。どうなっていくのか。ね、フォーム投げ始めたらどんな感じなのかなっていうのはわかると思うので、そこら辺注目していきたいと思います。では CM の後にですね、本日のやべえやつ、本日のやべえやつを発表したいかと思います。はい、長かったんですけれども、ちょっと短めに本日のやべえやつをそれでは聞かせていただこうかと思います。はい、せっかく動画作ったんでね、動画いい感じですけれども、はい、こちらになります。こちら、
はい、今日は岡林くん、もうサムネの時点でね、サムネがこれですからね、ガキン。サムネがこれだから、もうサムネの時点で答えあるよ、サムネに答え書いてあるよって感じですけれどもね、まあまあまあその通りです。答えは岡林くんでしたね。こんな感じ。まあわかんないんですけれどもね、練習だからっていうことかもしれないんですけれどもね、その動きはって昔のネタなんですけれども、わかる人はおっさんでしょうね。岡林くんももしかしたらドラゴンズ今年起こってるフォームの大幅改造ブームに乗ってね、まあもちろん長打を狙っていくっていう改良じゃなくて、むしろ逆にね、安定感増していく、そういう改良なんだろうな。もし改良してるのであればですけれども、練習だけかもしれないんでわかんないんですけどね、まあこんな感じかなと思います。周平さんとか入尾さんみたいな感じね、去年のね、そんなように見えました。バッと寝かせて、どうなんでしょうね、あの今日はもう一人で練習してるような感じだったんでね、だからそのうち誰か立浪さんとか森野さんとかがね、多分岡林くんに指導し始めるところも抜かれる気はするんですけどね、その時にどっちのフォームしてるかでしょうね。去年のフォームしてるんであれば変えないんでしょうし、ね、今日の動きを本当にそのままやってるんだったらね、やっぱりコーチと話し合いながら決めたんでしょうしね、うん、まあそこら辺分かんない。実際詳しい話は特に報道もなかったと思うんで分かんないですけれどもね、まあマイナーチェンジしていこうとしてるのかな。去年のね、なんか本人にもなかなか苦しさっていうのはあったと思うんでね、そこら辺も分かんない。いつもニコニコしてるんでね、何が苦しいか分かんないんですけれどもね、まあ苦しいところはあったと思うんで、そこら辺の対応なんじゃないかと思います。個人的にはね、なんかニュースにもなってましたけど、岡林くん結構すぐガス欠するんでね、なんか明らかに疲れてるのが分かる瞬間がすぐに結構訪れる。去年ファーム見ててもね、3、4回、あ、今の岡林くんこれダメだなっていう時を感じたんでね、前から言ってるんですけど、岡林くんね、疲れ始めると打撃が随分変わるんでね、分かるんですよ。内野ゴロ増えるし。ね、まあ1軍で去年その姿を見れなかったんでね、1軍しか見てない方は岡林くん夢の塊だと思ってると思うんですけどね、まあ2軍でそれを見てると、まあ、結構多分露骨に分かる瞬間、全然ガス欠してるわっていう時があるんでね、まあそれがなくなってるかな今年は。大島さんにね言われてましたもんね、もうとにかく全力でいけね。ちょっとそこら辺も楽しみなので、岡林くんがね今年ものになれば相当戦力になりそうだし、うん、立浪さんの構想も岡林くん次第な気がするんですよね。多分ね、岡林くんがセカンド行くのか、まあ、もしくは外野でセンターをね、岡林くんがもしかしたら担うようになっていくのかもしれないですし、まあ、立浪さんの頭の中ではセカンドも、まあ、どっちだろうっていう、うん、どっちだろうぐらいな状況でしょうけどね、今のところまあどっちっていうのもないんでしょうけど、打てるようになればね、まあ、センター岡林くんっていう未来が多分開けてくるので、それがね勝負は今年なんじゃないかな。ね、鵜飼くんとかね、なんかそのあたりが出てき始めたり、郡司くんとか出てき始めたりしたら、ちょっと外野かなり苦しい状況になるんでね、まあ今年勝負どころ、うん、なんとかその2人あたり、ちょっと危ない感じのライバルは、ね、そこの上を行きたいとこですね。行けるかどうかが本当に楽しみだしね、結構ファンの人気も高いと思うので、あと、ま、名古屋マスコミの人気も高いと思うのでね、ぜひ頑張ってもらいたいなと思います。立浪さんの信頼度もね高いと思います。すごく割れてるんではい、そんな感じで明日のですね、明日のよ、ちょっと気になるところも最後見ておきましょうか。はい、こちらです。でん、ちょっと字がちっちゃいかな。はい、明日なんか落合さんの第一クール最後なんですかね、明後日休みみたいなんで、明日がね、テスト、まあまた明日も雨っていう噂もあるんですけど、そこら辺はいや、まあしょうがないのかなね、明日ストライクテストっていうのが落合さん主催であるようです。参加者はトピッチャー17人、合格は12人だそうです。5人落ちるのかな。で、30球ストライク、全部ストレート投げて、ストライク何球入るかっていうね、そういうコンテストみたいです。まあ多分ね、手抜いた100キロぐらいのストライクはダメなんでしょうけど、ある程度力入れたストライクでしょうね。それで、ストライク入るか入んないかの、まあ、パーセントですね。それが高い12人が合格と。
で合格するのであればですね、来週11日あたりですか、日曜日から始まる、次じゃなくてその次の次の日曜日ですね、そこから始まる紅白戦に登板する権利がもらえるというところで、素晴らしいですねチャンスです。で今ね、あの発表されてる、まあこれで決定かどうかはちょっと分かんないですけど、今発表されてたのがこちらですね、選手たち、まあ茶谷、読谷、両方の選手が挟まってますね、育成も関係なしで全部入ってます。で、右ピッチャー、左ピッチャーでちょっと並べてみたんですけどね、私が一番注目してるピッチャー、誰だかお分かりでしょうか。ね、誰でしょう。ね、分かんないかもしれないですけど、あれ、色が一人違う。ね、福島くんが投げるようです。ちょっとね、私もね、福島くん実は見たことないんですね。去年も中に投げてないと思うんですよね、ウエスタンで。なので非常に気になる左腕福島くん、どんなピッチングしてくれるのかと言っても、まあ全部直球らしいんで、ね、直球をひたすら投げるだけなんでしょうけれども ね、こういった場面で出てくるのが初めてに感じるのでね、今のところ一番このね、明日のストライクテストで僕が楽しみにしてるのは福島くんですね。なんとか勝ち上がってですね、ね、紅白戦、ね、紅白戦になったらね、またそれはそれで別にストレート縛りってこともないでしょうからね、どんなピッチングするのかっていうのが非常に見てみたい投手ナンバーワンですね。びっくりしましたね、福島くん投げるのか、ようやく投げるのか、来るのか、うん、楽しみ。どんなピッチャーかすら今のところね、僕分かってないんで、まあ、詳しい方は書いていってくれると参考になります。コメントをお願いします。で、ね、明日もまあ見どころが一番ここですね、うん、雨だったらね、またやっぱりバッティング練習とかあんまり見えないかもしれないんですけどね、ピッチャー陣ここ大事だと思うので、非常に、うん、楽しみに見たいと思います。また明日ね、何かこういった結果が見えたりとかしたらですね面白い結果が見えたらね、私もちょっとそこら辺のまとめた動画を上げていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。それではまた明日かな、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。